私はアメリカ人は意見を言いすぎると思います。これは民族の違い、文化の違いに基づく起因するもので、日本人は多くの場合、意見を持っていてもそれを直接言葉に出さず、態度に出すとか、あるいは後で、文章で、通知するとか、あるいは間接的に、そうではないかと相手に思わさせるような手段で自分の意見をこう伝えることが多くありまして、でそれがある種の美徳でもあるというふうに捉えています。ですからアメリカ人の場合、アメリカ人あるいは西洋人の場合、多くの場合は、それは違う、私はこう思うからそうではないのかというような、説得型のその、会話にとにかく特にやりがちなんですけれども、それをやりますと日本人の場合かなり反発心が芽生えることがあるので、あまり得にはならないと思います。ですから、その場でそう思っていても後で後日、電話で実は私はあの時の意見ではこう思ったとか、メールで、まあ、簡単な文章で伝えるとか、あるいは後日また食事を取りながら、実は私はこうは思わないんだけれどもどうなんでしょうと、時間をかけたり、あるいは間接的に、意見を伝えたりすることが、割とビジネスを、スムースに進める要点じゃないかと思います。